関省航空工業は台湾の企業、軍用機の開発、製造に加え、民間機の製造分担を請け負い、機体をびエンジンの整備等を業務としている。1946年9月、南京に空軍参加の組織として航空工業局が設立された。国境内戦での中国国民党の敗退と台湾への撤退を受けて1949年に、 当社も台湾に移動し、1954年7月には再編により空軍技術局となった。1969年3月、空軍参加の航空工業発展中心として開組された。1981年5月より第四世代の新型戦闘機の研究を開始、これは1988年に FCEK1 として完成した。 その間の1983年1月には上部組織が空軍から国家中山科学研究院に変更されている。1991年、航空工業が十大新産業の一つに選定されると FCK1 の生産完了を1999年に控えた航空工業発展中心が有する人材、設備を活用するため、 1992年10月に行政院により国有企業化する合意が成立した。これを受けて新法が制定され、1996年7月1日経済部の下に干渉航空工業として企業化された。英語では、前身の航空工業発展中心の英語名から、航空の部分を航空工店、高田に中心の部分を講師に置き換えた。 エアロスペースインダストリアルデベロップメントコーポレーションと名乗っており、略称は引き続き A ドックを用いている。企業化後は多角化を進める一方で国防部からの70億台湾ドルの資金を用いて FCK1 の後継機開発を独自に行い、2006年10月4日に改良型 FCK1C の初飛行を達成している。民営化して2014年8月25日に 台湾証券取引所に上場した別途出店がないものは公式サイトの記載によるエンジン企業として航空工業局としてありがとうございます。